はい、そうしましたらですね、12月18日、本日のガイダンスを始めさせていただけたらと思います。レクセニー講師の渡辺でございます。今日なんですけども、ちょっと冒頭の15分だけ、お時間いただいて、少し一歩方向でですが、今日の概要に関してですね、説明させてもらえたらというふうに思います。で、今日なんですけど、お話しさせていただくのは、まず弁理士の業界に関してというところで、タイトルにあるような形で、お話しさせてもらえたらというのと、あとは、もう一本は、弁理士の突破ですね、弁理士試験をどうやって突破するかというところで、2つについて、15分だけですけども、手短でありますけど、お話しさせてもらえたらと思ってて、お手元ですね、パンフレットがあればですね、ご用意いただけたらというふうに思います。こちらのパンフレットでいくと、まず12ページですね、ちょっと見ていただければというふうに思います。通信で見られている方に関してもですね、この広がる弁理士というところですね、これをちょっとこう開いていただいて、見ていただければいいかなというふうに思います。で、こちらですね、広がる弁理士というところで、今、弁理士業界ですね、どんな状態になっているかというと、もともと小泉政権の中で、弁理士1万人計画というのは2002年に打ち出されたんですけども、そこからですね、1万人に到達しましたというところで、弁理士としては、一応必要十分な数が、確保できているというところですね。で、2008年ですかね、リーマンショックがあって、そこから出願件数というのは随分減ってしまって、40万件もともと日本というのは特許でいくとですね、出願があったんですけど、今、その2008年以降は大体30万件ちょっとぐらいまで減っているというところで、出願自体は随分減ってきてて、でも弁理士としては当初の予定通り1万人を超えるような状態になっているというところで、今の合格者数としてもですね、年間でいくと200人ぐらいという形になってますね。私は平成20年に受験を始めてるんですけど、当時は1万1000人ぐらい受験して、大体最終的に800人ぐらい合格するっていうような流れだったんですけど、今は4000人ぐらい受験してですね、200人ぐらい合格するという形で、業界としては受験業界もそうですし、受験業界というか受験生としてはシュリンクしているような状態になっているというところです。なので、どっちが分かりやすいか分かりにくいかというと、絶対数でいくともちろん合格はしにくくなっているんですけど、単純に受験者も随分減っているというところがあって、であとは仕事としてもその単純にですね、合格して事務所に行って上がりみたいな状態ではなくて、特に企業内が非常に増えたかなというような印象があります。かなり変わった資料だなというふうに思っていて、というのも、普通はですね、合格したら外に出るというのが多いと思うんですけど、弁理士の場合は大体3割が企業内弁理士という形になっていて、でそのままその事務所に行くだけではなくて、企業の中で、その知財の専門家として、ビジネスを支えるというようなことを やられる方も多いですし、でそうしたときにこの広がる弁理士っていう先の12ページ13ページを見ていただいたときも、かなり広がりがあるかなというふうに思っています。一番にあるように、東京事務所に行かれるというのが、よくある上がりの例だったんですけど、今でいくと2番ですね、企業知財ですねっていうところも、かなり多いですし、それ以外にもですね、業務内容として横に広がりが出てきているなというのが、例えばですけども、9番のライセンスであったりとか、10番の訴訟であったりとかですね、いうところに関しても、手を広げている先生いらっしゃいますし、あと12番の著作権関係ですね、ここら辺に関しては、例えばソフトウェアとかいうところになってくると、もう著作物、ソフトウェアの、著作物、プログラムの著作物に関しては技術に明かり弁理士がですね、ここら辺をフォローするような形で、隙間を、埋めるような形で、お手伝いをしている、お客さんのお手伝いをしているという方もいらっしゃいますみたいな形で、どんどん広がってますし、あとは、会計系に強い方に関しては、6番とか7番みたいな形で、M&A ですね、企業を買うとか売るとかいうときに、そこを、会社を調査するわけですよ。それが7番のいわゆるデューデリジェンスというやつなんですけど、その時に知財とか法の、いわゆるデューデリ、その会社を調査する。本当にこの買う会社にで持っている、その買おうと思っている会社が持っている特許というのは価値があるものなのかどうかとかいうようなところをですね、チェックしたりとかするというところも、会計的なある知識があったりとかすると、お手伝いできたりとかいうところで、これが広がる弁理士というところの内容になっているというところ。総括するとですね、要は弁理士自体は数は一定程度になっていると。ところが出願件数自体は全然増えてきてないと。むしろ、ここ十数年で見ると減っているというところで、じゃあ仕事として、かなりこう多様化しているというところが、いわゆるこの広がる弁理士の全体像かなというふうに思っているというところです。
で受験生としては、まあ、それに対して、まあ、合格者数は確かに減っているが、まあ、それに対して、まあ、正しいアプローチをしていけば、まあ、合格率自体はそんなに下がっていないので昔から、ね、数自体見るとすごく減っているんですけども合格率はまあ横ばいみたいな形で来ているので、まあ、それに対して正しいアプローチをしていこうというような形ですね。はい、でそうした時に、まあ、講義の内容というところまで踏み込めばできないんですけど時間的にはですね足らないんで、なんですよ、まあ、概要だけ説明するとですね予備校で一体何をするかだと思うんですよね。でも勉強方法としてはもちろん独学をしていただくというのも一つだと思いますし、まあ、あとは、例えば通信今でいくともいろんなこう通信の講座とかもあったりとかすると思うんですけども、まあ、他にあと、まあ、予備校を取って、生講義で、実際に予備校に来て勉強するというのは、まあ、大体3パターンぐらい大きく分けられると思うんですね。で独学でやるっていうふうになると、何が起こるかというと、まあ、特に法学系の方っていうのは非常に少なくて理系の方が多いんで、まあ、ありがちなんですけど、まあ、全部暗記科目にしちゃうんですね。とにかくもう全てを暗記してしまうみたいな形でいってしまうと、まあ、非常にこうしんどくなると思います。勉強をですね全部さあ覚えましょうと。例えばですけど、まあ、ある漫画があってその漫画を買ってきてですね、じゃあ1年間それずっと読んでもいいよと、ただし全部覚えて、で吐き出してくださいと、1年後にチェックしますみたいになると非常にしんどいと思いますし、やらないと思うんですね。で、まあ、いわゆるそれは法律ですから、もっとやらないと思うんですね。単純に覚えましょうというのは。なんですけど、まあ、理系の方が多いんで、まあ、あえてこういう話しますけど、法文系というのは結局のところ社会科学ですから、人間が作ってるんですね。人間が作ってるんで必ず理由があるはずなんですよ。だから特許法が理由なくあるわけないので、誰かが何か不都合を感じて特許法を作ってるんですね。なのでそうするとなぜこれ作っててこういう法律の形態なんだろうっていうところが、まあ、疑問が湧くと思うんですけど、独学だとそこに答えリーチできないからみんな暗記しちゃうんですね。もう時間もないしとにかく覚えましょうみたいな形になっちゃうんですけど、予備校のバリューってそこだと思ってて、つまりそこに対して理由があるからこういう理由であるんですよっていうところを短時間で提供してあげるというところが予備校のバリューだと思ってます。であと、特許に限らずなんですけど、弁理士試験7科目あるんですね。特実印象、特実印象と上4項っていうふうに我々言ってますけど、であとは下3項、手帳作権と不正競争防止法と、あと条約で、条約の中でも、まあ、よく出るのは PCT とバリューとトリプスと、あとジュネーブ改正協定とかっていうのもあるんですけど、っていうふうになると、まあ、4と3で7科目あって、条約の中にさらに4つあってとかって、まあ、細分化すると、まあ、10個あるんですね。で、それ全部やるのかっていうと、もちろんまあ全部やらなきゃいけなくて、なんで、そうすると資料が山盛りあって大変なんですけど、予備校がやることは、なんだろう、ちょっとただ単純にその資料を集めて、はい、どうぞっていうふうに渡すだけじゃなくて、いい講義というのは、それを圧縮してあげるわけですよ。つまり、まとめると要はこういうことですっていうふうにして、まあ、できるだけ圧縮してあげる。関連する項目っていうのはこういうものとこういう項目ですよと、でこれとこれで非常に間違いやすいので、今のうちにリンクして押さえておきましょうっていうふうにしてあげるというところが予備校のバリューだと思っていて、なので当時そうして言うと結局時間を買ってるっていうのが予備校に行くということだと思っていて、まあ、独学でやるっていうのであれば全然それはそれでいいんですけど、まあ、一般的な傾向としてはあまり独学だけで受かったっていう人聞かないのは、まあ、それだけこう覚える単純暗記の方にシフトしてしまって、時間としてもまあかなりかかってしまうというところかなというふうに。なので、まあ、予備校 その価値というところに関していくと、まあ、そういうところがあるので、まあ、そういうのをこう意識しながら、講義としてはさせていただいているというところですし、あとはですね、別に、なんだろう、群れろとは言わないんですよ。仲良くみんなで勉強しましょうなんて全然勇気はないんですけど、勉強は基本的に一人でやるべきだと思っているので、なんだけど、これ基本的に情報戦ですし、あと、成長というのは、個では完結しないっていうふうに僕は思っていて、例えば論文にしてもそうなんですけど、書いて実際に見てもらって伝わってるかどうか、自分は伝えてるっていうふうに思っても伝わってるかどうか別なんで、だから書いてるって言うんですけど、でもいやそれはこう多分伝わってないっていうのは多々ある話なんですね。なので人に見てもらってチェックしてもらうとか、あとは口述試験に関してもそうなんですけど、自分は言っていると言っても、いやでも要件漏れてるよねっていうのは多々ある話なん で、そうすると、うまく他人をですね鏡として使っていく必要があるので、でそうしたときに、まあ、通信でそれができるかというとそれはできないと思っていて、まあ、すごく厳しい人は自分自身をセルフチェックしてやっていくことができるんですが、それができない人がほとんどだと思っていて、で弁理士試験は、天才の試験ではなくて、まあ、秀才の試験だと思っていて、努力する才能がある人であれば絶対合格できると思ってるんですね。なので、それをこう最大化するために、まあ、うまく、まあ、私 と受験仲間を使いましょうっていうのが、入門講座 その通信ではなくて、通学の、まあ、おすすめする理由というふうな形で、まあ、私としては捉えているという形です。
まあ、具体的にどうするかっていう話なんですけど、特に京都本校は、まあ、例年でいくと、まあ、17名とか18名ぐらいで、多くても30名いかないぐらいなんですね。ぐらいなので、まあ、小規模クラスになるので、その小規模クラスの中で、まあ、当然私との距離も非常に近いですし、あとは横とのつながりっていうところでいくと、例えば入門講座でいくと特許が、まあ、6月ぐらいからスタートすると思うんですけど、もうその2回目ぐらいからは、口述の過去問を実際2人1組で解いてもらいます。講義の中でもちろん宿題にして事前に読んできてねっていうのはするんですけど、その中でアウトプットをするっていう形で、横のつながりですねっていうのを持ってもらうみたいな形をします。で、それなぜかなんですけど、結局のとこ、まあ、弁理士試験、まあ、多分六大難関資格は全部そうなんですけど、論文で書くっていうことは自分の中で結論を出さなきゃいけなくて、言語化しなきゃいけないんですよ。必ず喋れることは書けるし、書けることは喋れるんですよね。なので、まあ、何となく分かってらっしゃる方もいると思うんですけど、論文試験が最大の山なんですね。で、論文試験が最大の山なんですけど、喋れることが書けますから、であれば、まあ、まず口述で、少しずつ慣らしていきましょうと。アウトプットとしても書くと時間かかりますけど、喋るのは基本的にそんな時間かかんないんで、まあ、それを、講義の中に入れちゃおうという話ですね。だから、アウトプットは、大体3割ぐらい講義の中で、あ、つまりずっと私の講義を、朝から晩まで聞いてくださいっていう講義をする気は全くなくて、むしろ3、7とか6、4ぐらいで、アウトプットが結構多いぞみたいな感じで考えてもらったらいいかなというふうに思ってます。で、まあ、それをすることによって、まあ、合格に近づくと思っていて、一つのメルクマールとしては、人に説明できることがポイント。人に説明できるかどうか。で、担当試験に関しては、まあ、よく漢字が書けるか漢字が読めるかでこう違うみたいな話もさせてもらうんですけど、まあ、担当試験って基本的に確かに漢字が読める。書けないけど読める。そうすると選べるんですね。選べるんですけど、合格はおぼつかないですね、それでは。基本的に落とす試験ですし、今年の担当合格率も 10% スレスレなので、10人に1人しか受かんないんですよ、まともにいくと。なので、その中で合格しようとすると、やはりある程度精度の高い知識がいる。じゃあ、精度の高い知識って何ですかって言ったら、まあ、人に説明できることなんですね。人に説明できるレベルまでいけば、担当は受かるし、論文も受かるし、こいつだって受かるわけですよ。その説明のアウトプットが違うわけです。マークシートを選ぶということなのか、論文で書いて、文章で説明するのか、口で説明するのかで、でもいずれにしても説明責任、アカウンタビリティが必要だと思うんですよ。それを尽くせるかどうかっていうところまで持ち上げるっていうのが入門講座の役割ですし、それをまあ一緒に並走してやっていきましょうっていうのが、通学の、入門講座のメリットだというふうに思っています。まあ、そういう場を提供して、まあ、あと横と縦、縦というのは私との関係と、あと横との関係というのをまあフルに使っていただいて、で、まあ、一緒に勉強しましょうっていう。だから、まあ、入門講座の概要ですね、というところになります。なので、もしですね、興味がおありの方に関しては、まあ、直接お話しさせてもらった方が早いと思いますし、基本的にはガイダンス来られる方はそんなにたくさん来られることはそんなにないのでですね、少数精鋭といったらですけども、まあ、密にやり取りをさせていただいて、まあ、本当に自分に合っていることか、通学やるにあたって、ポイントになるのは、その講師と、まあ、馬が合いそうかっていうのもすごい大事だと思いますし、あと講師の話している内容が、まあ、刺さるかどうかっていうところもすごく大事だと思うので、まあ、そういうところのチェックに来ていただいたらというふうに思っていて、あとはまあご自身の悩みとか課題っていうのがあると思うので、それを踏まえた形で、まあ、柔軟に対応させていただけると、まあ、京都本校のいいところかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、興味が出たなっていうふうな方がいらっしゃれば、来ていただければ幸いかなというふうに思っています。まあ、ちなみに京都本校はかなり若い方が多いので、基本的に合格者の平均年齢は40超えてくるんですけど、うちの受験者層というか受講者層だけで言ったら、もう本当に学生さんも多いですし、あと知財部の2年目とか1年目っていう方も非常に多いんで、若くてこう活発な感じですね。ちょっとコロナがあるので飲み会とかはもう全然できていないんですけど、この2年ぐらい基本的にはそういう飲み会とか勝手にみんなやってるみたいな形だったので、コロナ前までですね、そういうのでよければぜひ来ていただけると幸いかなというふうに思っています。はい、では私からですね、お話というのは以上にさせていただきたいと思います。まあ、もしよろしければ京都方向まで、足を運んでいただけたらなというふうに思います。以上です。